皆さんおはようございます。本当に雨降るかと思ったんですけど、この快晴でいいのか悪いのか、本当に暑いですので水分取るなどお気をつけて、最後まで聞いていっていただきたいと思います。ただいまご紹介をいただきました参議院選挙の高知徳島選挙区候補の日本共産党松本健二です。どうか皆さん短い戦いですけどよろしくお願いをいたします。いよいよ選挙始まりました。皆さん今暮らしはどうですか。この6月から年金が下がり物価が上がる中で、もうこれ以上削るものがないと悲鳴を上げる年金暮らしの方の声、高知県でも徳島県でも学生向けの食料支援にはいまだに長蛇の列ができています。物価の高騰、油もそして資材もあらゆるものが上がって、パン屋さんも農家の皆さんもこれではなりわいが続けられない、そういう訴え声を私も聞いてきました。賃金が低くて働き続けられない、展望が持てない、そう語る介護や保育の現場で働く人、一方で病院や学校では人手不足と長時間労働によって苦しめられています。今本当にこの明日が見えない暮らしの中で、じゃあ政治はどんな役割を果たすのか。それは軍事費の倍増じゃなくて、何よりも暮らしとなりわいを守り支えることではないんでしょうか。その中で最も効果を発揮するのが消費税の減税です。日本共産党、私松本健二はこの選挙を通じて消費税を 5% に引き下げる、このことを訴え抜きたいと思います。さらにこの日本は先進国でただ一つ20年間賃金が上がっていません。中小零細企業に大規模に支援を行って全国一律の最低賃金の大幅引き上げで働き暮らし続けられる賃金を作っていきます。じゃあどうやってやるのか。先ほども市田さんからありました、今大企業はアベノミクスによる大企業減税と、そして円安によって空前の利益を上げていて466兆円という信じられない規模のお金がたった一握りの大企業の手元にたまり込んでいる。私はこういう不公平な税金の在り方はおかしい、あなたの暮らしの苦しさのその裏側で自民党政治によって大企業富裕層すさまじい利益を上げている。大企業にはせめて中小企業並みの税率で、富裕層の皆さんには収入に応じた税金を払ってもらえば財源は作ることができます。企業団体献金も政党助成金も受け取らない日本共産党と私松本健二を押し上げていただいて、これらの政策実現させてください。よろしくお願いいたします。2月24日ロシアのウクライナ侵略からまもなく4ヶ月が経とうとしています。国連憲章違反のロシアの侵略は絶対に許せません。同時にこの機に乗じて自民党、公明党、維新の会、国民民主党までもが憲法を変えよう、軍事の拡大だ、この大合唱をやっています。しかし皆さん、多くの方は日本は戦争してほしくない、戦争は嫌だって思っている。じゃあその願いを本当に実現するために自民党の言う軍事の倍増、軍事の拡大でその願い本当に実現できるんでしょうか。私は子どもの死産と流産を経験しました。当たり前に生まれる命なんかないと痛感をしています。だから自衛隊員であってもその命を失わせたくない。戦争が起こった時点で必ず命は失われてしまいます。政治が何よりもやらなければならないのはこの戦争を起こさせない最大限の努力です。先ほどもあった通り、東南アジアの国々、
戦争が絶えなかったその地域を年間1000回にも及ぶ会議を積み重ねながら今平和と協力の地域へと作り変えています。日本が学ぶべきはまさにこの努力ではないでしょうか。軍事の拡大に頼っていたら行き着き先は戦争です。この対話と外交の努力、生半可な努力じゃありません。まさに血のにじむ努力です。しかしそれを本気でやってこそ戦争のない社会を、暮らしに予算を回す社会を作っていくことができる。憲法9条を持つ日本が果たすべき、世界に果たすべき役割はまさにここにあるのではないでしょうか。憲法を変えるんじゃなくて守り生かし使いこなす政治を、今度の選挙皆さんそういう政治一緒に実現しこうではありませんか。よろしくお願いいたします。日本共産党は今年結党から100年経ちます。民主主義と国民の苦難軽減、そして侵略戦争反対を原点として活動してきました。戦前日本共産党員として活動し、弾圧で命を落とした反戦詩人家牧村公は自らの詩の中で、本当に戦わなければいけない相手は誰か、それは戦争を仕掛けようとする人物だと述べました。今海外で戦争しようとする国に日本を作り変える自民や維新の会などの勢力を止めなければなりません。100年間戦争反対貫く日本共産党、そして私松本健二を皆さんのお力で送っていただき、そういう社会政治をご一緒に作ってください。よろしくお願いいたします。最後に、私には9年前自ら命を絶った友人がいました。彼は、俺は社会に必要のない人間だ、それが彼の口癖だったんです。私も今のこの弱肉強食の新自由主義の中で、社会には頼るな、自分の力で生き抜け、そういう自己責任のメッセージを政治から20年以上受け取り続けてきました。しかし子供が生まれて、自己責任じゃ絶対生きていけない存在と日々触れ合い、またこのコロナ禍も経て感じているのは、やっぱり人は自己責任だけでは生きていけないっていうことなんです。だから政治が必要なんです。この間の自民党政治は、本来政治が果たすべき暮らし、医療、社会保障、福祉を守るという責任を放棄をして、全て個人の責任にすり替えてきました。自己責任の中で命も暮らしも尊厳も奪われてしまっています。もうこの自己責任の社会から脱却する時なんです。国民には自己責任を押し付けながら、大企業には減税で支える、こんな理不尽なことをやってきたのが自民党の政治だ、これはおかしいと、みんなで一緒に声を上げようではありませんか。自己責任によって押し込められてきたあなたの願い、それこそが社会を動かす原動力です。学費を下げてほしい、男女の賃金格差なくしてほしい、消費税を下げる、年金上げてほしい、そういうあなたの願いはわがままではありません。その願いがより良い社会を作っていく原動力なんです。どうか皆さん、この自己責任の政治を変えて、あなたの願いで政治を作る、そういう社会に一緒に変えていきましょう。日々働き、学び、暮らすあなたがこの社会を作り、変える力を持った社会の主人公です。あなたが主役なんです。どうか日本共産党と松本健二と一緒に、あなたの願いが輝く選挙、政治へと皆さんのお力で押し上げてください。心からお願いを申し上げ、私からの第一声とさせていただきます。最後まで皆さん一緒に戦いましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。市民と野党の共同の力で、今度こそ松本健二さんを国会に皆さん送ろうではありませんか。その決意をみんなで固め合って団結頑張ろうを行います。団結よい、勝利に向けて団結頑張ろう、頑張ろう。